新副党首に選ばれたハリエット・ハーマン2007年、イギリス労働党副党首選挙は、2007年5月10日に、開示された、イギリスの政党、労働党の副党首を決定した選挙。副党首のジョン・プレスコットが、党首とニー・ブレアの引退に伴って、辞任を表明したため、実施された。6人が立候補し、結果6月24日の臨時党大会で、 ハリエット・ハーマンが新副党首に選出された。また、この選挙をめぐっては後に金銭をめぐる不正があったと言われている。並行して行われた党首選挙が無投票で、ゴードン・ブラウン選出に落ち着いたため、注目はむしろこちらの副党首選に集まった。候補者と獲得した推薦人。肩書きは当時のもの。 6人全員が立候補の必要に最低限必要な45人以上の推薦人を集め、受付が締め切られる2007年5月17日12時30分までに届け出を済ませた。選挙は、労働党所属の英国議会、欧州議会の議員票、選挙区労働党の一般党員票、労働組合などの関連諸団体メンバー票の3部門の合計で競われた。 三つのそれぞれの票は33.33% 33ずつに割り当てられている。ヘーゼル・ブリアーズ、1ラウンド目で敗退。ヘーゼル・ブリアーズが最下位となり、敗退。ピーター・ヘイン、2ラウンド目で敗退。ピーター・ヘインが最下位となり、敗退。ヒラリー・ベン、3ラウンド目で敗退。ヒラリー・ベンが最下位となり、敗退。ジョン・クルダスが最下位となり、敗退。 アラン・ジョンソン。最終ラウンドで赤敗。議員票だけを見るなら、彼は常にトップをキープしていた。結果、ハリエット・ハーマンが新副党首に選出された。知名度の高さや推薦人の人数から見れば、当初はアラン・ジョンソンが有利だと思われていた。実際、2から4ラウンド目までは全てジョンソンが1位につけており、ハーマンは決選投票という選挙制度にも手伝われた。 結果だとも言える。また、ハーマンは他の候補者と比べて一般党員票を多く獲得していることが分かり、これも彼女の勝因と言えるだろう。2006年12月、ジェレミー公民議員は副党首選挙に出馬を検討していることを発表したが、実際には出馬せず、自身はヒラリー・ベンの推薦人となった。彼と実際に出馬した6人以外に、 出馬の検討を発表した議員はいなかった。また、一部では、エド・ボールズ、パトリシア・ヒューイット、デイビッド・ミリバ、各候補者が、この選挙で費やした、軍資金は、以下の通り、ありがとうございます。